今これだけ医療提供体制が逼迫し、自宅療養に亡くなる方が相次ぐ中で、ベッドを削減するとはどういうことでしょう。しかも消費税で。病床削減はストップすべきです。医療提供体制に余裕を持つ、そしてそれに見合う人材確保にこそ全力を尽くすべきではありませんか、総理。総理です。これはダメです。前から言ってありますから。総理に言った時間。これに関しては、もうご承知の通り、承知してるから病床の、その、文化連携、機能文化連携という形で、今までもずっとですね、人口が減っていく、また人口構造が変わっていく中で、病床が空いてしまうとですね、当然医療機関は、その病床を抱えながらですね、収入が入ってこないということになってまいります。そういうような人口の移動や地域の特性、こういうものを踏まえて、計画を作っていただいております。そういう意味で、なぜ今回このような形でですね、予算を組み、または法案を出すかというと、都道府県7割超の都道府県が、やはりこれは必要だということで、要望をいただいております。さらに申し上げれば、全国自治体病院開設者協議会と、ここからも要望をいただいておりまして、もちろんこういう新型コロナウイルスのような感染症、これが大きく広がった時のためにはですね、それに対してどうするのか、これはどちらかというと医療のオペレーションを含めた本来は医療計画の方でありますけれども、そこで次回に向かって今検討を始めつつあるわけでありますが、そういう対応は必要でありますが、どうしたって人口構成が変わっていく中で今の病床をそのままというわけにはいかないので、そういう意味では統合するところもありますし、ダウンサイジングもするところもある。それはそれぞれ二次医療圏でそれぞれの医療機関、そして地域の関係者、都道府県が入ってお話をいただく中において、自主的に判断をいただくものに対しての補助金であるという、自分でおっしゃってるように分かって聞いてるんですから、同じ説明はしなくてよろしいです。地域から手上げしてること、7割が手上げしてること、ね、医療連携の文化を進めてきたこと分かっています。自主的だということも何度もこの場で答弁をされたじゃないですか。でもなぜ今なのかということなんです。全額国庫補助だから今手を上げなきゃいけないなって思わせる、そのやり方が誘導だと指摘を。手を上げないでください。聞いていません。コロナ禍を受けて感染症病床の必要性、患者の受け入れは一般病床にも影響を与えています。もうここでも何度も議論されていましたが、多人数の部屋を個室にするために一般病床いくつも潰さなきゃいけない、あるいはワンフロア全部潰す、そういうことをやられてきたことを、先ほど大臣がおっしゃった医療計画の検討会の中で議論があって、感染症病床を次期医療計画の中にちゃんと位置づけると、そうなったわけですよね。そこまでやっておきながらなぜ今かと言ってるんです。今コロナの中で起こっていることは、実は地域医療構想が目指していたのは、病院をね、減らしてね、地域で何とかしましょう、会議で何とかしましょう、介護で何とかしましょう、地域包括ケアと叫んでいましたよね。だけど、コロナの中で起こっていることは、医療機関で対応できない患者さんを自宅でも大変。では、介護施設ということで、ここでも、もともと人手が足りない中、大変なことになっている。最初に話した通りです。つまり、すでに先行して、地域医療構想の行き着く先が見えているようなものなんです。だから今、病床をしっかり確保して、そこにお金をかけるんですよ。そのことを今やらなきゃいけないということをね、パネルを見てください。この1年間の陽性者数の推移ですが、政府は波という言葉を絶対使いませんが、第1波、第2波、第3波と確実に波の高さが高くなっています。GoTo トラベル事業は、昨年4月に第一次補正で約1兆3500億円、コロナが収束後の事業とされていました。ところが、7月22日、第2波がこう上がってきたところで始まって、東京を追加したのは10月1日です。一旦下がったように見えますけれども、初の緊急事態宣言が出た377人の時に比べれば、623人と、相当多いです。そして第3波の大波の中でトラベル全体が停止されたのは12月28日でした。大晦日の4500人超えと大きなショック、年明けからの緊急事態宣言に至ったわけであります。総理に伺います。GoTo キャンペーンが需要喚起策として大事だと思うなら、なおのこと、この波が高くなっている中での見切り発車ではなく、なかなか止められなかった。そのことが結果として経済にも影響を与えた。そう言えませんか。内閣総理大臣、菅義偉君。GoTo トラベルについては、昨年4月の半ばに、地方において、ホテル、旅館などの稼働率が前年から2割を切るまで落ち込み、地方経済が深刻な影響を受ける中で、専門家の意見を伺いながら感染対策をしっかり講じた上で始めることにいたしました。その後、延べ8300万人の方々に宿泊でご利用いただき、ホテル、旅館の稼働率は7割まで回復、経済効果は5兆円、雇用効果は46万人とも言われてきており、新型コロナに苦しむ地方経済を示唆させたことは事実だというふうに思います。その中でコロナに感染した方は、
約400人と言われています。でその後実は昨年の11月に以来分科会の提言を受けてまた各知事の意見も踏まえて北海道や大阪などの事業を見直しをし12月14日に私は全国での一時停止を決断をしました。その際分科会の尾身会長は専門家の提言よりもさらに踏み込んだ内容だと説明をいただいています。 GoTo トラベルについてさまざまなご指摘あることは承知をしています。地域の経済考え専門家のご意見を伺いながら、適切な判断を行っていきたいと思います。承知していますという一言がございました。私今エビデンスのことでね争うつもりはないんです。だって止めたってことはそういうことじゃないですか。移動や接触を避けてくれ、会食を日中でも見直してくれ、そこまで言ってるのに、トラベルの楽しみってそれなんですから、それはもうね、もっと早く止めるべきだったと言わなきゃいけないと思うんです。観光は、裾野が広く21兆円、2019年ですが、の消費、経済効果は50兆円と言われます。世界全体では GDP の1割超、雇用と効果も高いです。だから、トラベル止めたくなかった。その気持ちはよくわかります。しかし、あえて言わせてもらうが、何だったんだ、GoTo トラベルと。いうことなんですね。トラベルジャーナル11月9日後 GoTo トラベルの3ヶ月と題した特集がありました。流れに乗れない宿の声や需要の先取りではないかという指摘様々ありました。その中で旅行宿泊航空貨物の三別労組であるサービス連合情報総研の神田達也氏は当該キャンペーンが旅行業にもたらしたもの第一に社会からの不信を招いた点に尽きる。社会からの不信、残念ながらその通りじゃないか。ちゃんと聞いてください。事務局の費用問題ありました。見切り発車したためにセットのはずのクーポンが出遅れました。キャンセル料はその度に補助率が違います。そもそもオンラインではない宿泊施設、格安な民宿などには縁がなかったなどなど、観光がこんなふうに取り沙汰されて社会からの不信の標的にされたとすればあまりにも不幸じゃないか。私それいいって言ってんじゃないですよ、不幸じゃないかと思ってるんです。三次補正で1兆円追加しトラベルの6月までの延長も決めたのはおかしいです。それどころか今年1月18日の施政方針演説で総理は新型コロナを克服した上で世界の観光大国を再び目指しますと述べました。つまり2020年4000万人はコロナで諦めたけれど2030年6000万人というインバウンド目標に向かってまた走るということですか。一旦立ち止まってもよいのではありませんか。私だって観光産業の皆さんの声いっぱい聞いてきましたよ。だけど例えば医療従事者の人たちがこんな思いして休みも取れないのになんで政府が税金かけてトラベルなんだとかそういうふうにね見られることが不幸だと言ってるんです。本当にいい環境の時にやると、本当はだってそうじゃないですか、収束したらやると言ってたんですからね。組合の意見ではありません。たくさんの方が今同じじゃないですよねと、コロナの後は同じじゃないとおっしゃってるんです。そこに目を向けるべきです。総理の指示のもと上質なインバウンド観光サービス創出に向けた観光戦略検討委員会が立ち上がってます。驚くことに感染者が過去最多を日々更新していた昨年の10月11月第3回目は12月24日ですよ。緊急事態宣言もやるって分かってる頃、そこで議論されているのはいかにして海外の富裕層を取り込むかです。資料の6枚目得てください。保有資産100万 US ドル以上の富裕層は世界全体で5000万人はいる。この巨大なインバウンド市場を取り込むことが重要だと、この検討委員会の委員でもあるデイビッド・アトキンソン氏はその著書新観光立国論において、日本には目玉が飛び出るような超高級ホテルや老舗旅館、さまざまなアクティビティも楽しめるリゾートホテルがないのですと述べ、一泊1万円のホテルに泊まる観光客500人呼ぶことも大切だが、一泊500万円の超高級ホテルに泊まるセレブを2人呼べばそれだけで観光収入がぐんと上がると述べています。しかしそれで地域は潤います。同氏は日本のおもてなしなどは生産性が低いと切って捨て、コロナ禍を受けて生産性の低い旅館やホテルは調整されるだろう、淘汰と同じ意味ですよね。そう言い切ってます。総理は官房長官時代2019年12月に世界の一流ホテル50カ所を新設すると強調しました。すでにコロナ禍の中で旅館ホテルの倒産廃業は他業種に比べても多いですが、総理の目指すところはアトキンソン氏と同じようにこうした世界の富裕層向けの超高級ホテル誘致に支援する一方、古くからの旅館ホテル淘汰されてもやむなしというお考えですか。安倍政権発足してから一昨年までの間に外国人の観光客が834万人から3000万人になり、そして2020年4000万を目指したんですけども、
2030年6000万を目指すことにしました。その間の消費額は1兆円から約4兆円であります。地方の国民の皆さんの生活に経済発展に大きな下支えになったということはこれ事実じゃないでしょうか。そういう中でやっぱり日本という国は観光の要所とも言われています。自然、気候、文化、食、こうしたものを備えており、多くの観光客を日本に、世界の観光客を日本に呼びたいという思いの中であります。当然いろんな種類の旅館があるいはホテルがあっていいというふうに思っています。その、高級ホテルでありますけれども、そうしたものが日本に少ないと言われることも事実であります。政府としてもそうした整備の融資の一部について民間資金の呼び水として、日本政策投資銀行の融資、まあ、そういうことを行うなどして、そうした世界の観光客を日本に呼ぶことのできるさまざまな種類の日本の古い日本らしいホテル、旅館あってもおかしくないでしょうし、いろんなものを兼ね備えておきたいということであります。長橋千鶴子君。はい、残念ながら時間切れになりましたので、最後のところにね、今、総理がおっしゃった世界レベルの宿泊施設整備の促進ということで、政策投資銀行を使ってのね、投資などで呼び込む話がされてるんです。ただ、それを今ね、最中やってるということに、非常に違和感が持つ、国内においても、資料の5番にあるように、富裕層トラベラーはコロナ禍の中でも旅行する割合が高いとして、富裕層から需要回復見込んでいると。日銀の桜レポートでも、GoTo トラベルキャンペーンの効果で、むしろ二極化が進んだ、ね、高価な宿泊施設の方が人気があると、こうしたことを言ってるんですよ。やっぱりそれが本来の姿かということを改めて考えようということを提起したかったと思います。また続きをやりたい。